衝撃の発表してしまう。26日、中日は30日にバンテリンドームで行われる DeNA 戦の試合前に元中日監督の谷繁元信さんの野球殿堂入り記念セレモニーを行うことを発表した。谷繁さんは対応、横浜と中日でプロ野球記録の通算3021試合に出場。中日では監督も務め、今年の野球殿堂入り競技者表彰のプレイヤー部門に選ばれていた。自分の繁の字も書けなかったのに野球殿堂になったの感慨深いな。谷繁は53歳だし、こんな年まで殿堂の年齢が落ちてきたんやな。ちょっと番説を汚した感は否めないけど、それでも谷繁は最強の野球選手やった。てかこの前もやってたやん、何回やんねん。前回ハマスタで応援歌うろ覚えで歌えんかったからバンドでリベンジや。これには落合 GM もにっこり。2球団で伝説になったのって谷繁だけ。いろいろ言ってるやついるけど、早くから出てたのに45歳まで星として普通に機能してた谷繁はすごいよ。ありがとう谷繁。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。